イメラジオ第6586回、今日令和6年7月20日土曜日です。時刻は正午ですね。午後0時、横浜港北、太陽が今一番高いところにある、そんな時刻です。今日はもうカンカン照りで真夏ですから、走りに行くことはできないんですけど、でも天気がいいと嬉しいですね。室温は33度になっていますが、窓も玄関も今日は開け放しています。さて今回は、世界にはいくつの言語があるのか、こんなタイトルでお話ししましょう。言語のお話です。絶滅言語というのをお聞きになったことがあるかもしれません。結局話者がいなくなって、最後におじいさんかおばあさんお一人になって、そのお方が亡くなられたらその言語も消滅する、こういうお話です。そしてその言語の消滅とともに、その文化とか慣習とか時間性といったようなものも一緒に消えてしまうんだ、こんなお話ですね。絶滅言語です。でこのことを聞くと悲しいなぁと、防がなきゃいけないなぁ、なんとか対策を立てないと、とはいうもののですね、絶滅言語っていうのは実は避けることができません。言語学で言うと、もう話者が1000人を切ってくると、それをもう一回1万人や2万人に増やすことはもうできないんですよ。もう絶滅言語なんです。話者が1000人を切ってくるとね、今たとえ1000人いたとしても。でそれとともに、さっきお話した歴史や文化や時間性がなくなっていくのは残念だ。残念といえば残念です、それはね。で私は言語学専攻しておりましたので、昔、まあこういう言語の話っていうのはなんか冷めた目で見る、そういう習慣がついてしまいました。まあ自分の専門ってこともあって、あんまり熱くならないっていうのか、まあ冷めた目で見る、そういう習慣がついてしまったんですよ。でその冷めた目でってのはどういうことかっていうと、しょうがないよねと、そういう感じ。あの別に嘆く話じゃないんじゃないかっていう。例えば動物とかは絶滅種がいなくなったと聞くと胸が痛いですよ、私も。けれどね、絶滅言語がなくなった、例えばカムチャッカ半島のね、なんとか言語とか、ゴビ砂漠のなんとか言語とかね、これ実はですよ、実は言語学専門にやると1ヶ月に1個か2個ぐらいの言語はなくなってんですよ。こういう感じで、それがあの登録されてくるんです。あ、この言語消滅しました、あの言語消滅しましたって。でね、それを例えば、じゃあ、あのそれほど感情を込めずに見てるんですとお話ししておりますが、もしその絶滅言語がなくなっていくんだけなら、じゃあ世界の言語ってどんどん数減っていくはずですよね。じゃあ世界の言語ってどんどん数が減っていくはずでしょう。ところがですよ、世界には、今回のテーマいくつ言語があるのかなんだけど、これ20年ぐらい前までは5000って言われてたので、今世界の言語って7000とか言われたりするわけ。あれ、絶滅言語どうのこうのって言ってる割には増えてるじゃないか。しかもかなり着実に、20年でね、4割上昇。ああもちろんその5000から7000っていう、この言語の数え方自体もいろんな数え方があるんですけど、大まかに今お話ししております。一言で言うとね、言語って絶滅するものもあれば増えるものもある、あれ生じるものもあるんですよ。ですから、あの言語の絶滅っていうのをそんなにあの悲しく考える必要はない。その上回るペースで言語が生まれているのでね、
で、この言語が生まれるっていうのはちょっとまた分かりにくいでしょ。言語が生まれるっていうのは、でこの場合の言語が生まれるっていうのは、何もないところからとある言語が文法規則と語彙を伴ってポンと出てくるわけではもちろんありません。言語はそういう生じ方しないんですよ。そうではなくて、ここで言う新たな言語っていうのは、今まで何かの言語の方言とみなされていたものが、いや、これは劣気とした言語ですねというふうに分類され直した、こういうことなんですよ。分類が変わった、タクソノミーという分類学という分野あるんですけど、タクソノミーの話なんですよ。もうこれって今まで方言と分類していたけど、いや、これは歴史とした言語なんだと、だから言語として数えようねと。だ、その言語は今までも喋られてたんだけど、新たな言語がポンと出てきたって、こういう感じなんですね。なんだと、それだったらさっきの絶滅した言語と比べてですね、なんかいかさまじゃないか、その言語の誕生の方は、とお思いになるかもしれませんが、そのこれまでさまざまな言語があるじゃないですか。ドイツ語、英語、フランス語、日本語。それだけじゃなくて、そのさっきのカムチャッカだの、ゴビだの、アフリカだのっていう、ね、そういうところの少数な言語も、それが生まれた時には、その言語がまあ言語として生じた時には、それはやっぱりよその言語から分離する形で生じたんですよ。それはそれで。それで話す人がいなくなりましたから消滅しましたと。で、今またですね、よその言語からポンと新しい言語が生まれてきて、そしてそれが、まあ、いくつか繁栄と衰退を経験して、なくなるものはなくなっていくよという、そういうことなんですね。言語に関わっているとですね、その言語が消滅するということに対しては、実はそれほどなんか哀愁っていうのかな、懐かしさっていうのかな、ああ惜しいな、惜別っていうんでしょうか、そういう気持ちを持たなくなると思います。私だけじゃなくて、でそれはさっきからお話しているように、言語っていうのは消えては生まれて、消えては生まれてという感じで、どっちかっていうと生まれての部分が多いので、消えた言語に対していちいち感情を込めてると、無意味だと、やってらんないという、そういうことがあるわけですよね。世界には言語はいくつあるのか、今7000ぐらいって言われてますけど、まあ、これも数え方次第です。だいたいそれぐらいと、大まかな目安としてはね。で、その大まかな目安がどんどん増えていること自体ですね、消えながら増え、消えながら増えという、こういうことで、ずっと100年ぐらい前から、その例えば7000なら7000でずっと推移していたわけではもちろんなく、言語の数っていうのはもう入れ替わり立ち替わりしながら変化するわけなんですね。そしてトレンドとしては増える方向へ。もちろん英語やドイツ語やフランス語や日本語やっていう、こういうでっかい言語はそう簡単に消えたりしませんが、この言語だってですね、今ね、今大きな言語だって、その話者の数っていうのはやっぱり日々変化しているんです。話者の数っていうのは、当然英語は今どん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 増えつつあります。そしてスペイン語はっていうと、これもまあまあスペイン語を話す地域の人口がね、スペイン語を話す地域の人口が増えつつありますから、ここもまあまあと。一方日本語はっていうと、それは減りつつありますよ。で、日本の人口が減少の方に転じていますからね。夢ラジオ、今回は言語のお話でした。